舞子はんの浴衣でお散歩。いらっしゃいませ。ご覧いただきありがとうございます。舞子はんです。今回はここ浴衣ギャラリーでちょっぴり上級者に見える浴衣の着こなしをご紹介したいと思います。まずは1枚下に着ることで楽ちん綺麗に着こなせる浴衣肌着です。この半襟付きの肌着は着るとこんな感じに綺麗に見えます。また透け感のある浴衣に着ても安心ですね。続いての着こなしポイントは飾り紐と帯留めです。それぞれのブランドで飾り紐と帯留めがセットになったものをご用意しています。これだけで印象がガラッと変えられるので、いくつかあるととっても使えちゃいますよ。そして舞子はんの一押しはこの可愛い足袋です。下駄に慣れていなくても履いているととっても歩きやすいんですよ。髪飾りもバリエーションが幅広いですよ。舞子はんのおすすめはさりげない一つ玉です。浴衣にしかつけられない感じが気に入っています。今回ご紹介した商品は全部11階浴衣ギャラリーで販売していますよ。8月15日まで売り場を特設していますので、浴衣っていいかもって思われたらぜひ見に来てくださいね。さて今回で舞子はんの浴衣でお散歩は最後です。神社や七夕で願い事したり、パフェやかき氷、ビールも楽しんだり、メイクやお買い物もしてたくさんお散歩してきました。浴衣を着て百貨店を回るとどこも新鮮で楽しかったです。皆様にも体験してほしいなって思います。大丸梅田店にはいつもワクワクがいっぱいです。皆様もぜひ浴衣でお散歩に来てくださいね。以上、舞子はんの浴衣でお散歩でした。またねー。